はいどうも、素朴な甘さが癖になるあずきがむゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、本日はモンハンライダーズやっていくわけでございますけども、まあ、今回はね、諸事情によりガチャをどうしても引かなくちゃいけないんで、ガチャ動画の方をやっていきたいと思います。ということでね、今回、まあ、新しいイベントが来てて、そちらのねイベントに基づいた、ガチャということで、その手につかみ取ったものイベントガチャというのが来てるんで、まあ、今回はこちらの方をやっていきたいと思います。まあ、何回引くかっていうのはね、まあ、ポイントとかにもよるんですけども、どうしてもね猫ポイントが2000ポイント今日中に貯めなくちゃいけないっていうのでね、まあそれを引くためだけ引こうかなと思ってるんで、まあオーブとしては多分20連ですね。20連プラス、チケットもね結構もらえましたんで、まあチケットも10枚あるんで、まあ合計30連引いていきたいと思います。まあ今回のねガチャイベントに関しては、まあ死の持ってるんで、もうあんまりね強いのはいないはずなんだよね。提供割合とか一応見るけど、そうですね、まあ追加されたガチャイベのフェスか、フェス限定のキャラクターダライアスだったりとか、まあライダだったり、まあ、そのあたりがいないんで、まああんまりね今回のガチャに魅力っていうのはないんですけども、やはりナルガクルガの卵を欲しいということなんで、まあそれとためだけにね、まあ今回はこちらのガチャ2周年引くというわけでございます。皆さんね、期間限定ポイントを使い切るためとか、なんかそういう目的がない限りは、まあ普通にチケット分だけでいいんじゃないかなと私は思います。はい、まあおまけもないですね今回のガチャ。それでは、チケット分から引きましょうか、どうせなんでね。ということで、5回ガチャ10回ずつ引かせてくれてもいいと思うんだけど、5回ずつなんですね。まあまあまあいいでしょう、頼みます。いや前回ね私30連かな、違うな、60連引いたのか、60連引いて爆死だったんで、まあ、今回はぜひともね星5キャラクター1体は欲しいかなといった感じでございます。いきましょう。間違えてスキップをしちゃったねそして見事に爆死と。まあまあまあ、チケット分ですから、これは無料分なんでね、まあどうでもいいでしょうって言っても、全部無料分のガチャでやってるわけだけど、じゃあ再挑戦5回いきます。頼む、金。ローディングが長いってことはと思ったけど、そんなことはなさそうだ。まあここね、ベルがね銀色だとしてもまだ可能性はあるんで、期待していきたい。それではいきます。チリンチリン。いやー一番安いね食事が安かったなー。まあまあまあ、おっさんキャラは出ますよね、ゲーム。まあ、基本的にもう星さんのキャラクターは結構もう揃ってきてるんで、まあ、必要ないかなといった感じですね。そしてユリアン、まあ見事に透かしてるな。はいはいはい、あでも一応今回のイベントのキャラクターは出てますね。ラクアン、イレーヌか。まあ、こいつも入れとくだけでね、まあ、ドロップ率上がるんで、まあまあまあ良かったのかなといった感じだね。まあ、シノは一応持ってるんで、まあ、こいつの星5が欲しかったりするんだけど、まあまあまあいいでしょう。それじゃあまあここはね、まあ、チケットの分なんで、そりゃ出ないよね。うん、なんでまあ期待はこっち10連ガチャ、こちらね多分20連かな、引いていきたいと思います。まあ、猫ポイント2000貯まるまで引きます。じゃあまずは10連、これでも20連目だね、なんだかんだ言って。そして猫ポイントね、今まで2倍で200もらえてたんだけど、まあイベントが終わっちゃったせいで、まあ、残念ながら100円しかもらえないというね。なんかもっとフェスのイベントとかギリギリまで待てば来るかなって思ってるけど、なかなか来ないっすね。まあ仕方ない、行きましょう。にしても無課金でも結構石は溜まりますね、毎日ちゃんとやってれば。ありがとう。来たー、来た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 。これはね、星5確定でございます。金のベルなんでね。まあ、何体出るか分かんないんで、まあ、そこ期待して引いていきましょう。レッツゴー。てか、シノの被りが怖いな、こうなってくると。まあまあまあ、豪華な肉なのはいいでしょう。一発目から。おマリーだ。メリオレウスといろんな空を見てみたいな。一応このゲームの主人公なのかな。
ありがたいね、マリー。多分炎属性攻撃ができるのかな、まあ、後ほど確認しましょう。いいね、開幕一発目から星5が来てくれたぞ。もしかしたらまだもう2、3体出てくる可能性もあるんで。なんか、来た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 。いや、お前は持ってるね。持ってっから。背中は任せてくれ。かぶっちゃった、足の数少ない奴らでかぶりをまさか引いてしまうとは。まあでもね、星5一体出てるんで、まあ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 いいでしょう。新規の星5、まあ、前回60連爆してるんでこれぐらい来てくれないと困りますよね。まあそのうちかぶるかっていう気もするけど、まあ、かぶるのは仕方ない。シモ、おお、いいね、シノがめっちゃ出るな。まあイベントでピックアップされてるからだろうね。まあ、最悪シノ被ったとしても、まあ、シノのね、限界突破に使えるんで、まあ悪くないかなといった感じでございます。ちづる、はい、ということで、まあ、シノ被っちゃったんですけど、まあ宝珠50個もらえてるんで、まあこれはかなりでかいかなといった感じ。そしてなんといってもマリーですね。まあ炎属性の攻撃ができるということで、まあ炎属性でね強い攻撃を持ってるやつが、まあ、現状私持ってなかったんで、まあ、これはありがたいかなと思います。まあ、もっと早く欲しかったっていうのもあるけど、まあまあまあ星5キャラクターがこうやってねたくさんゲットできることは、まあ、いいことでしょう。そうですね、非属性攻撃なんで、まあもしかしたら私の持ってる星5のリオレイヤーとかと相性がいいのかもしれない。よし、ということで、まあ、案の定猫ポイントは100ポイントしかもらえなかったんで、もう10連ね引いていきたいと思います。お願いします。そしてこれにて猫ポイントが2000になると。ありがたいね、頼む。金のベル来い、金のベル、かぶるな金のベル。まずは金のベルだ。来たね。あ、こんなに金のベル来るか。やっぱり確率は収束するんですね。なんでこれは星5確定なんで、安心して引いていきたいと思います。いやー、シノじゃない方がいいんだけどな。できればね、キャラクターあの属性攻撃がねこのゲームすごい大事で、相手に合った属性でね攻撃をしていくのが、まあ、このゲームを攻略する上で一番ね重要なことになってるんで、まあ、雷属性の攻撃できるやつは2体いるんですけど、他の属性はねまだ1体ずつぐらいしか持ってないんで、できればねその属性攻撃の合ったやつらが、出てくれるとありがたいかなといった感じでございます。まあ、フェスゲンじゃないのが痛いけどね。フェスゲンいないガチャだからさ、これ。ライダとかね、刀振り回しててね、すげえかっこいいなって思ったり、カイエンっていうキャラクターもいて、まあ、それはね、三国志14の花公園に似てるっていうので、キャラデザが好きだったりとか、まあ、そういったキャラクターね、フェスゲンなんでいないんですが、まあいいでしょう。そして、おっと。ザック。あれ、俺、持ってないか、ザック、もしかして。なんか匂うな。俺のパーティーザックいなかったか。活躍してないザックがいるような気がするんだが、まあ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 、ちょっとガチャ終わり。お、2体目。いや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 、ザックだろうか。いや、ちょっと心配だな。新規キャラ、あ、新規キャラだね。はい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 、ということで無事に新しい星5キャラ、ザックですね。こちらゲットすることができました。こちらも火力のキャラクターですね。火か。火属性の攻撃ができるんで、これにて、まあ、火属性で攻撃できるのが、まあ、合計で2体と。で、まあ、レイヤーとかもいるんで、まあ、それを考えると、3人ね、パーティーの3人のメンバー全員が火属性での攻撃っていうのができるようになったんで、まあ、これは非常にありがたいかなと思います。問題はね、こいつらがどのくらい強いかなんだけど、まあ、それはね、まあ、後々育ててから見ていくことにしましょう。ザックね。よかった。かぶりじゃなかっただけでも。まあまあまあ、星52体出ててもかぶっちゃってるんで、まあなんとも言えないんですけど、まあ宝珠なんでね、宝珠は基本的にはかなり使えるものなんで、まあありがたいかなといった感じでございます。はい。ちなみにね、私、ザックと勘違いしてたキャラクターは、いぶきというキャラクターでございました。こちらね、属性攻撃もできないし、なんか非常にね、私のパーティーで足引っ張ってたんで、まあ防御力ダウンとかね、多分覚えさせれば強いんでしょうけど、
うん、現状私のパーティーでは力発揮できてなかったんで、まあ、ここの枠がさっき出た、まあ、マリーかザックに変わるんじゃないかなといった気がします。そして、今回出てきてくれたキャラクターなんですけども、マリーとこちらザックということでね、まあ、両方とも火属性の攻撃ができるし、まあ、パーティーねかなり充実したんじゃないかなと私個人思います。そして今回は、まあ、なんだかんで言って30連で星5が4体出てますんで、まあ、確率としてはかなりね良かったんじゃないかなと思います。まあ、前回60連引いて爆死してるんで、まあ、総合的には80連で4体という感じなんで、まあまあまあ妥当な割合になったかなといった感じでございますけども、まあ、残念ながら被れがね2回という感じでございました。まあ、なんだかんで言って、シノとかね、限界突破、まだまだしていきたいなと思ってたんで、まあ、シノの被りに関しては、まあ、どちらかというとね、嬉しさも若干あったりとか、ザックとかね、まあ、被ってくれたんですけど、まあ、こちらもおそらくね、パーティーで使っていく、まあ、マリーとザック、どっちの方が強いかっていうのはね、現状ではわかんないんですけども、まあ、今後、まあ、使っていくキャラクターであると思いますんで、まあ、非常にね、まあ、無駄なものではなかったかなといった感じでございますね。うんうん。なんかね、結論としてはね、大満足です。今回は。じゃあ最後にね、まあ、猫ポイント。こちらね、2000溜まりましたんで、まあ、900消えちゃうって言ってて、まあ、ヒヤヒヤしてたんですけども、無事に2000突破できて、ナルガクルガの卵もらって終わりにしましょうか。で、ちなみになんですけど、ここ、猫ポイント交換所、こっから行くとね、アプリが落ちてしまうんで、まあ、基本的には、ショップから行くようにした方がいいですね。てか、本当に最近さ、交換するたびにさ、そのアプリが落ちるんだけど、これは私だけなんでしょうか、それとも皆さんに起きてることなんでしょうか。ぜひともね、コメント欄でその辺教えてくれたら嬉しいかなと思います。なんか私だけの問題だったら、多分アプリアンインストール入れ直すっていうことかな、してまあやれば多分治るとは思うんですけど、ちょっとねそれをするにも怖いなということがあるんで、まだまだ何もしてないって感じなんだけど、このさ、ショップでさ、ウィークリーが開けないんですね。期間限定ショップのウィークリーで、びっくりマークが出てて、多分何かと交換できるんでしょうけど、開けないと。非常にね、不便しております。そして交換所もね、いちいち交換するたびにアプリ落とされるんで、まとめて交換しようとすると、まあ、アプリを8回ぐらい開き直さないといけないと。本当に不便。早く直してほしいです。お願いします。運営さん、もし聞いてたら。まあいいでしょう。ショップの方から、今さ、多分動画止まったからびっくりした人いると思うけど、これ猫ポイント交換情報したら、アプリがまた落ちました。本当に最近アプリ重いですね。まあまあまあいいでしょう。猫ポイント。頼む、開けてくれ。なんでアプリのボタンを押すだけでこんな祈らないといけないんだ。あ、今回いけたかな？はいはいはい。ということで、まあ、ナルガクルガの卵、絶対にアプリ落ちるんで、なんか交換した瞬間というのは見せられないんですけども、交換していきたいと思います。長かったですね、なんだかんで言って。でも、ちゃんと無課金でも、ちょっと2000ポイント無理かなって最初思ってたんですけども、まあ、割と簡単にゲットできたなということなんで、やはり、まあ、カプコンでね、このゲームがかなり無課金にも優しいといった感じなんで、まあ、カプコンさんね、このゲームを多くの人に遊んでもらうよう、まあ、なんか努力してるなっていう感じがね、すごい伝わってきて、私としてはね、このゲーム、いや、どんどんね、遊んでいきたいなという感じでございます。そして、なんだかんだ言って終了まであと18日なんでね、よかった、間に合って。まあ、そこもね、私の思いとしてはでかいかなといった感じでございます。18日後は多分別のモンスターになっちゃうんでしょうね。まあまあまあ、交換していきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、まあアプリ、案の定落ちてしまって、交換した瞬間のね、なんか、エフェクトっていうのは見れなかったんですけども、無事にね、ナルガクルガ、ゲットすることができました。まあ結構ね、動画で上がってる感じを見ると、まあ無属性攻撃ができるやつで、まあ、弱くはないかなといった印象ですね。そして耐性もね、水属性耐性だったりとか、まあ多分これは竜かな？一番下のやつは。まあ耐性、水属性耐性ね、意外と持ってなかったんで、まあそういった意味でも使いやすいかなといった感じですね。まあ基本的には、このナルガクルガは、属性が持ってない人
まあ、どのパーティーに入れてもね、無属性攻撃なんで、まあ、力を発揮できるということなんで、まあまあまあ、これをね、1体ゲットできたのは非常にありがたいことです。はい。ということで、今回の動画はこれにて終了。ぜひともね、皆さん猫ポイント、消える前に使い切りましょう。そして、今回のガチャ。まあ、私としては結構いい結果だったんで、もしかしたらね、星5率は高いのかもしれません。まあ、確率を見るとそんな変わってはないんですけど、うん。なんか体感良かったですね。はい。てな感じで今回の動画これにて終了。また次回何かの動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。